でした。いやどうでしたかペコパン初日は。いや初ペコパンでしたけど。どうでしたか。もうまあ撮影してる側は、はい、実際にその CG 的なものが見えないので、うん、ちょっと。シュールなんですよ。そうだね、ちょっとわかんないもんね。そうなんですよ。でも、うん、多分完成形はめちゃくちゃかっこいいんだろうなっていうのはもうなんとなく頭の中には見えてきましたね、今日で。剣が重いさと。見れば見るほどペコパンなんね、もう。本当ですか。まあまたよろしくお願いします。はい、まだこれからアクションシーンもどんどん増えていくと思うんで。さっき自主練してましたね。そうですね。ねはい、気を抜かず、もっともっと高みを目指して頑張ります。さすが、くん。お願いします。お願いします。じゃあ本番いきます。回してください。ワンタン。まさか、そうみたいなわけじゃない。まさかだって、まあ、似てんのかなぐらいな、あれはあるかもしれないけど。だからもしちょっとでも、あれって思っても、いや、まあでも、ただの、そうそう。ご同情です。ご同情です。わかりました。難しい。結構、ボールトゥールってなんか、なっちゃいそう。ペコパンです。そうですね。まあ今回、今回の作品ではペコパン役とそして青木隼人役の2役をやらせていただくんですけれども、まあそうですね、一つの作品で2役やるっていうのは、まあ、なかなか珍しいことではあると思うんですけど、まあ、そのペコパンは亜美が読んでるこう本の中というか亜美目線なのかな、まあ、僕的にはそう亜美の想像というかそういう世界だと思うなって思うんですけど、なんかまあちょっと隼人のこう関係性と若干こうリンクしてるというか、なんかそういうちょっと二役別々だけどどっちともが寄り添ってるような風に演じれたらいいなっていう気持ちで撮影には臨ませていただいております。はい、まあ、でもそうですね、単純に難しいです。やること多くてスケボーだったり乗馬だったりアクションだったりたくさんあるので、まあ、本当に一つ一つを確実にこなしてというか、まあ、練習期間もなかなか短かったんですけど、でもその中で自分のできる全力で全力を出し切って撮影に臨むことができていると思うので、もうめちゃくちゃ楽しみです。ご自身のエピソード何かありますか？そうですね、俺のエピソード、なんだろうな、まあでも俺本当にがむしゃらに必死にやってるので、まあなるべくその気持ちをつなげるというか、まあそういうところに専念して真面目に取り組んでいるつもりではあるんですけど、まあ、たまになんかそのバミリとかボールドゥールのバミリと自分のバミリなのに自分のバミリ2個あると思って、あれこっちだよなと思って剥がしちゃって、あーこれボールドゥールだみたいなのはさっきありました。すいませんでした。黒い森の悪魔の狩りは一晩で100年の月日を数えるのだ。お前たちは哀れで不幸な夫婦として生きていくがよい。はい、カット。お疲れ様です。そうですね、まあ、やっぱりなんか
表情だったりそういうところで表現しっかりできたらいいなっていう気持ちですけど、まあでもなんかその実際にマスモデだったりあのアミの声あボールドゥールの声が、まあ、撮影時では聞けるわけではないので、そこはもう本当に自分の中の想像力というかそこに任せて全力でやります。でもなんか本当ロケーションが最高すぎて、もうドローンまで使っていただけるということで最高です、うん、楽しいです。まあ、もう、はい、もちろん。今だ。今。はい、カット。はい、オッケー。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。はい、今回は本当に初主演映画ということで、もうすっごく不安だったりドキドキの気持ちはあるんですけれども、もう絶対最高の作品だったなと皆様に思っていただけるように、精一杯撮影に臨んで、頑張りたいと思いますので、ぜひ劇場に足を運びください。お願いします。ありがとう。